にちは、飼い主2です。今日からナレーション付きでお送りします。先日私たちの結婚式がありました。ペットシッターさんにお願いして3匹にも参列してもらうことができました。今日はその日の様子をお届けします。ぜひ最後までご覧ください。朝10時半、3匹のお支度が完了しました。3匹が着ている服はペットシッターさんが用意してくれたものです。これは取らせるかな。緊張してますか？緊張してますか？当日は時間がないとのことで別日にリハーサルを行っていました。すごい。リハーサル通り本番も頼むよ、ポンズさん。なんとか無事に前まで到着しました。もちおと父はしっかり参列中です。リングドッグポンズさん、果たしてうまくいくのでしょうか。なんとか前まで歩いてます。リングピローが結構複雑で取り方がわからなかった飼い主1。もたもた。仕事を終えてポンズさんははけていきました。リングドッグポンズさん頑張ってくれました。なんとか届けてくれましたね。何も見えない何も見えない。すごい顔になってます。披露宴中はガーデンにおやつコーナーを作りました。おやつ以外のグッズは全部ペットシッターさんが用意してくれました。みんながおやつをたくさんあげに来てくれました。嬉しそうな犬たちです。ずっと中を覗いてくれていたポンズさん、全然気づきませんでした。お色直しは犬たちも一緒にみんなで
入場しました。本当に晴れてよかったです。見送りにも一緒に参加してもらいました。今回の動画がペットと一緒に結婚式を挙げる方の参考になればとっても嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。はい、